キビ国は古代日本の地方国家である。現在の岡山県全域と広島県東部と香川県東諸部及び兵庫県西部にまたがり、筑紫、出雲、毛野などと並ぶ山東県を支える有力な地域の一つだった。別名はキビ道、美州。後の両政国では美前国、美中国、微後国、三正加国にあたる。広大には単にキビといえば、 美サカを含めないことが多かった時期もあった。現代では、美禅、美中、美サカを指すか、美禅、美中、美サカビンゴを指して使用されることが多い。木々地方の平野木々は古代、紀内や出雲国と並んで勢力を持っていたと言われ、巨大古墳文化を有していた。また、優れた製鉄技術があり、それが強国となる原動力であったとされる。古事記中間。 高齢天皇の段などに、兵庫県の加古川異勢が機微であると捉えられる説話があり、加古川を国境としていた時期があると考えられている。弥生時代後期の後半に、この地方独特の特殊祈台、特殊壺が作られ、あやすぎ門や虚子門で飾られ、赤く種で塗った大きな筒形の土器だった。これは部族ごとの主張埋葬の祭祀に使われ、弥生紛墓から出土している。 また最古級の前方後円墳からも出土しており、後に、埴輪として古墳時代に日本列島各地に広まった。また、キビは、弥生時代からの塩の生産地だった。この時代は日本では、豪族が朝鮮から鉄素材を入手していたが、キビでは、単鉄技術が進み、入手した材料から鉄製品が作られた。古墳時代に入ると、キビでは、 鉄鉱石を採掘し、中国地方ほかで製鉄も始まったが、弥生時代に製鉄がすでに始められたと考える説もある。古墳時代、日比地方の現在の岡山平野南部は内海となっていた。4世紀からこの内海の近くに多数の前方公園墳が作られた。危機や神社伝承においても、主人天皇による4。 道将軍の遠征によって飛行聖去りの飛の命、若竹飛の地兄弟や鴨氏族が吉備に進出したことが記録されている。5世紀に、有略天皇は吉備下道新前、津屋の乱と、吉備上、道の海多佐の乱の反乱鎮圧を成功させて、大和王権の優位を決定づけた。さらに、有略の死の直後には、吉備は加姫と星川千グ巫子が反乱を起こしたため、 聖明天皇はこれを鎮圧し、またしても、機微の勢力を削減させている。6世紀半ばからは巨大な石で構成した、横穴式石室を持つ円墳が作られた。また6世紀後半の千引金黒遺跡では、製鉄炉が確認されている。一方、浦間茶臼山古墳や金倉山古墳のように初期の古墳においても大量に鉄製品が出土している、事情や、 厳し入植以前から製鉄氏族が先住していたと見られることから製鉄の起源を弥生時代にまで遡るものと見る説もある。作山古墳、作山古墳は築造当時の日本列島で最大級現存する日本の古墳のうちでも第4位及び9位の規模を持ち、厳地方の繁栄とこの地の豪族の力を示すものである。これら古墳の前にあたる 前方後円墳時代のキビと後にあたる7世紀のキビ地方には複数の豪族が並び立っていたと考えられている。作山古墳、作山古墳を統一的なキビ政権の存在の証とする説と、この時代にも複数の有力豪族の連合政権であったとする説がある。国造本理によれば、キビ地方にはキビ氏のもとに多くの氏、上等氏、美野氏、下積道氏、 かよるし、かさしんし、おだしがあった。きびの国の宮やつの場合、多くがお店を称している。この中の下も道氏とり氏は、後に阿その姓を名乗る。奈良時代に日本をリードした学者、政治家のきびまきびは、下も道氏である。文国は、自と天皇三年の飛鳥清見原の例の発布を、もって備前国、備中国、備後国に分割。 それから遅れること二十数年後の和道六年に、備前国から三政家国を分立させた。キビ国主、キビダザイ、キビ僧侶は、日本初期、風土期、俗日本期に参見される感触で、キビ国分割の前後に設置されたらしい。職償、管轄範囲、存続期間は伝わらない。ダザイフの前身とおぼしき、畜子ダザイと共に、中央から派遣され、 勘下の複数の国の外交と軍事を統括する任務を負ったものと推測される。資料に見える最後は文武天皇4年の厳総領を任命記事である。遅くとも大法律令制定までに廃止された。この後今日に至るまで厳し国は一体として統治されることはなく、備前とみまさか、備中、貧乏の三つに分かれた状態が明治まで続くことになる。 この分裂状況の余波は同じ岡山県となっている岡山都市圏と倉敷都市圏の対立や室町時代以降ビンゴが秋と一体化するという形で現在まで影響している。美州とは備前、備中、ビンゴのいずれか、あるいは全体を指す名称。または機微国全体を指す名称。酸素内とは備前、備中、ビンゴの三国の総称。 両備内とは、備前、備中、ンゴのうち、いずれか二カ国を指す名称、および二カ国にまたがる地域である。備前と備中、もしくは、備中とビンゴの場合が多い。備前とビンゴは、備中を間に挟んで、地理的距離があるため、この二国を合わせて故障する機会が少ないためである。例として、旧備中国である、笠岡市、茨城を中心とする伊笠地方は、 旧ビンゴ国の福山都市県にも含まれるため、これらを中心とする地域をまとめて、両備えと呼ぶ場合がある。両備え軽便鉄道や、両備え信用組合はこれに由来。なお、バス事業などを展開する両備えグループの両備えは、もともと、備前と備中という意味であるが、同業他社の M&A の結果、バス事業は三備え地域にわたって展開されている。ちなみに、 ビンゴの広島県府中市に本社を置く機械、メーカー両備はカタカナ表記以前に使用した漢字表記は必死備えであり、ビ中、ビンゴの両備えと創業時の取引会社だった三菱を掛け合わせたものである。ありがとうございます。